2016年夏季オリンピックの開催地選考では2016年夏季オリンピックの開催地が選考されるまでの経緯について記述する。2016年夏季オリンピック立候補の申請を2007年9月13日までに国際オリンピック委員会へ提出したのは7都市だった。翌14日にそれらはすべて IOC に承認され申請都市となった。 他にも2016年のオリンピック開催を検討中だとする都市がいくつかあったが IOC 理事会は申請都市の中から2008年6月4日の一時選考で評価の高い4都市を候補都市として絞り込んだ。選ばれた4都市とはリオデジャネイロ、マドリード、東京、シカゴでそれ以外の申請都市であるバクー、ドーハ、プラハは落選した。4つの候補都市は IOC 作業部会による2008年1月14日までに出された申請ファイルの精査に基づいて選出された。この4都市は2009年2月11日までに立候補ファイルを IOC に提出し、シカゴ、東京、リオデジャネイロ、マドリードの順で IOC 評価委員会による現地視察の交差が行われた。委員長ナワル、エルム・ウタワキルの下、同評価委員会は 投票を1ヶ月前の2009年9月2日に視察結果の報告書を公表した。4つの候補都市すべてから国の首脳が出席して2009年10月2日に開催地を決める第121次 IOC 総会がデンマークのコペンハーゲンで行われた。シカゴ、東京、リオデジャネイロ、マドリードの順でプレゼンテーションが行われ。 スペイン国王やペレといった名士たちも登壇した。投票を前に IOC 評価委員会が先の報告書を総会に提出した。出席した IOC 委員による投票が行われた後、第1回目ではシカゴが落選、続く2回目では東京が落選した。三回目の決戦投票でリオデジャネイロが十六票対十二票でマドリードを破り、二千十六年、 リオデジャネイロオリンピック及びドーパラリンピックを開催する権利を獲得した。この発表は IOC 会長のジャック・ロゲによって行われた。ブラジルは夏季オリンピックを開催する最初のポルトガル語公用国であり、リオデジャネイロは南米で初めて夏季オリンピックを開催する都市となる。長期に及ぶ熾烈な招致合戦ではスパイ活動、人種差別、 反対運動といった物議もいくつか目立った。落選した6都市のうち4都市は2020年夏季オリンピックに立候補した。マドリード、バクー、東京、ドーハが申請を行った都市であり、マドリードと東京が候補都市になり、こちらでは最終的に東京が選ばれた。オリンピック開催地の選考過程は立候補を希望する都市が国内オリンピック委員会を通じて、 国際オリンピック委員会に立候補の申請を行うことで始まり、大会開催の7年前に開かれる IOC 総会で IOC 委員による投票で開催地が決定する。この選考方式はオリンピック憲章の第5章34則で定められている。1999年から選考過程は2段階で行われている。 1> 第1段階では立候補の申請書を IOC に提出して申請都市となり IOC が作成した設問に答える形の概要計画書申請ファイルを期限日までに提出しなければならない IOC の作業部会が各都市の申請ファイルを精査して開催能力を評価し IOC 理事会は提出された申請ファイル及び作業部会からの報告書に従って 次の段階に進む資格のある都市を選出する。選出された正式立候補都市だけが第2段階に進み、もっと詳細な2回目の開催計画書、立候補ファイルを期限日までに IOC に提出しなくてはならない。IOC の評価委員会がこのファイルを精査した後に各都市の視察を行い、準備会場を確認したり立候補ファイルの詳細説明を受ける。 評価委員会は開催地決定投票の1ヶ月前までに長所と課題を併記した評価報告書を各 IOC 委員に送付してその視察結果を伝える。開催都市が投票で選ばれる IOC 総会はオリンピック開催の立候補申請を出さなかった国で開催される。投票は出席した IOC 委員によって各々が一票を投じる形で行われるが IOC の会長には投票権がなく、立候補都市を要する国の委員はその都市が落選するまでは投票に参加できない。過半数の票を得た都市が開催地に決まるが、1回目の投票で過半数獲得した都市がない場合は、獲得票の最も少ない都市を落選させ、2回目の投票を行う。この手順で過半数を獲得する都市が出るまで投票を繰り返す。 開催都市が決まると、その発表に続いて勝ち残った都市の代表者が、IOC と共に開催都市契約書に署名し、大会組織運営の責任をその都市及び都市を、要する NOC に委任する。申請段階2016年夏季オリンピックの開催について、幼い少女がリオデジャネーロ招致を支持する署名を追加している、様子あり、申請都市がこの段階で提出した。 各種情報を考慮し、準備期間の7年で、オリンピック大会を組織運営するのに必要なレベルに到達できうる可能性を折り込んだものとなっている。これらの最大、参照評価値から、総合平均点を算出し、IOC が事前設定した基準の6点を上回るとしは、オリンピックを開催できる能力が高いとみなされ、6を下回ると可能性がほぼなくなる。 作業部会による得点表は以下の通り。2008年6月4日、IOC は候補都市として通過した都市を発表した。基準の6点を上回る5都市のうち、東京、マドリード、シカゴ、リオデジャネイロの4都市が正式候補都市として次の段階に進んだ。同派よりもリオデジャネイロを選出したことで、より評価点の高い都市が落選しており、 IOC は前例にないことをした。同派の弱みである人口の少なさ、施設の欠如、IOC の希望時期から外れた大会日程という3点は IOC が的確と認めるには障害が大きすぎた可能性がある。候補段階正式候補となった4都市はより詳細な開催計画を記した立候補ファイルを2009年2月12日までに IOC へ提出した。 その後、IOC は、評価委員会を組織し、委員長には、モロッコの IOC 委員であるなある、エル・ムータワキルが就任した。彼女は2012年夏季オリンピックの開催地選考でも委員長を務め、2大会連続の就任となった。他のメンバーは、以下の通り。評価委員会は、各都市の立候補ファイルを精査し、その後シカゴを4月2日から8日、 東京を4月14日から20日、リオデジャネイロを4月27日から5月3日、マドリードを5月4日から9日にかけて現地視察した。前年からの変更で委員会の訪問期間が4日間から7日間に延長された。彼らは視察結果に基づき、各都市の長所と課題を併記した包括的な評価報告書を投票1ヶ月前に IOC 委員に配布した。 報告書の内容は以下の通り各都市の最終プレゼンテーションと評価委員会による前日の評価報告を経て開催地を決める投票が行われた過半数票に達する都市が出なかったため最小票数落選の規定で1回目ではシカゴが2回目では東京が脱落し3回目の決戦投票で開催地がリオデジャネイロと発表された結果は以下の通り 2009年9月27日以来、ありがとうございます。